過激派組織イスラム国が日本人2人を人質に取り、2億ドル、日本円でおよそ230億円余りの身代金を要求していると AP 通信が伝えました。AP 通信によりますと、イスラム国が日本人2人を人質に取り、72時間以内に身代金を払わなければ人質を殺害すると脅迫しているということです。身代金の額は2億ドル、日本円でおよそ230億円余りだということです。